アップライトローは、ウェイトトレーニングの基本的種目の一つ。三角筋、双棒筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。肩関節を同じ位置に保つように意識し、動作中に肩を上げず、三角筋の前と横に効かせるようにする。手幅を狭くすると、三角筋の前に、手幅を広くすると、三角筋の横に対して効果が大きくなる。 アップライトローで高重量を扱うと、上腕二頭筋長等が働きやすく、一方で肘から上げようとすると、パワーが出にくいため、重量設定は慎重に行うことになる。体を沈ませると、トップポジションで負荷がかからないため、きちんとトップで受けられるようにすべきである。バーベルアップライトローバーベルアップライトロースミスマシン、アップライトロースミスマシンアップライトローダンベル。 アップライトローダンベルアップライトローダンベルワンハンドアップライトローバーベルワンハンドアップライトローケーブルアップライトローケーブルアップライトローチューブアップライトローチューブアップライトロー両手にダンベルを持って直立する手のひらが手前を向くようにする息を吐きながらダンベルを上に引き上げる肘が肩の高さまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る3から4を繰り返す 両手でバーベルを持って直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながら、バーベルを上に引き上げる。肘が肩の高さまで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ワイドグリップで行うことが望ましい。アップライトローで高重量を扱うと、上腕2頭筋長頭が働きやすく、一方で肘から上げようとすると、パワーが出にくいため、 重量設定は慎重に行うことになる。体を沈ませるとトップポジションで負荷がかからないためきちんとトップで受けられるようにすべきである。両手でスミスマシンのバーを持って直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながらバーを上に引き上げる。肘が肩の高さまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。 バーベルで行うよりも手首の負担が少ない。バーの斜めに曲がっている部分を持つ。両手で EG ーーバーを持って直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながら EG ーーバーを上に引き上げる。肘が肩の高さまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。アタッチメントはストレートバー、ベントラットバー、カールバーなどを用いる。 ロープーリーに取り付けておく。両手でハンドルを持ってマシンの方を向いて直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながらハンドルを上に引き上げる。肘が肩の高さまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。両手でチューブを持って直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながらチューブを上に引き上げる。 肘が肩の高さまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ありがとうございます。